エロベイです。ウリンです。前回この家を建てるところまで来たんですけれども、まあちょっとずつ仕様が変わってきてるっぽいんで、まあ、まあ僕らアップデート内容まだわかんないんで、とりあえず木は見つけたんですけど、他のことがあんまわかんないんで、まあやっていくうちにこう、わかっていけたらなと思います。ということで今日は、今回は、日替わりかよ。分解。それは間違いではない。間違いではない。うん、確かに。分解しに行くんですけれども、あと、かまどを作るということで、この原油とか焼いて、多分球体とかも回ると思うんで、球体の下になっている、まあ、ドラム缶を割って原油焼いたりして、あと施設系回ってこう、まあ武器とかね、装備とか現物で手に入れていけたらなと思います。ということで、行きますか。さよなら、これ、まだキーやからな、板金にしたいっすね。行きましょう。うわ、やべえな、俺。弓作りゃよかった。木の防具さ、うん。変わったちょっと見た目。変わってないよ。え、お尻んとこって板ついてたっけ？え、ついてたやろ。え、なんか見て、俺の後ろ姿見て。なんか、違和感感じる。え、こんなもんや。変わってない。マジで。とりあえず変わったネタぶっ込もうとしてるやろ。変わった。いや、え、ガチで。え、ネタとかじゃない。なんか、全てがさ、なんかラストってさ、なんか色、うん、なんか、どこ変えてくるかわからんやん。ここ変えてくるみたいなとこ変えてくるから。さすがにこの木の防具はそんなアップデート範囲で変えてこへん。ちょっと上へ回っちゃおうかな。どうするこれで変わってたら。変わっちゃうすよってコメントで。マジで。ラーメンおごったろ。よし、じゃあ、分解とりあえず。あ、でも銃作るためにバネは残しようかな。武器ボックス何が何て言った？ジャンク部品やな。ああ。おい。道路標識はあれやで、金属、あの、常勤しか出んよ。まあ、とりあえず変えるか。で、かまど作って金属片焼きゃいいから。球体行こう。あ。俺一つ分解したの忘れてた。多分これ分解したらいける。これ分解したら50、50も入んないか。5しか入らなかった。5 全然ちゃうやん。あれ思いっきり左手に見えるやろ、ボゲット。まあ、ほんとやん。え、え、じゃあさ、マップ広くなったやんか。うん。でさ、この辺に、ここにさ、球体とかさ、全部ある。他の場所意味なくね。存在価値。いや、わからん。他のとこにも何かしらがあるんちゃう。あ、でも軍事施設とか俺が全然行けなくない？軍事施設なくなったんじゃ？なくなったんじゃ？いや、でもね、わからん。サーバーによって、その、うん、ないところもあるからな。ちょっと一回帰っておいて、うん。から行くわ。ちょっとコードロックにしちゃうわ、もう。よし、じゃあコードロック貼っちゃいます。いや、マジでさ、あの、分解が出たおかげで楽になったよな、これ。これな、分解なかった時、本当に動物絶対動物缶の必須やったし、しかも、今やったら原油のドラム缶で提出も手に入るから、ドラム缶割っとけば作れるし。昔、ほんと大変やった。唯一優しいアップデートやった。待って。あ、待って、木材ないな、これ。うん、え、これね、あれやで。4つで焼けるよ。3つじゃなくて。木材ぶち込んどいてくれ。俺上上がってくるわ。え、あの子でも外壁とか張ってるやん。嘘。やばいって。これなんかさ、布持ってない。あ、いいわ、いいわ。多分なってると思うな、これ。なってるわ。うん、なってそう。え、なんかめっちゃ強いな、みんな。なんかガチの家ばっかじゃん。いやで、レシピを
レシピを継承しとる人が俺らみたいに。そうか。でも別に大してレシピ覚えてなかった人はもう、いや違うサーバー行こうみたいな感じちゃう。まあ確かに、ほんまよ。でも本当に2週間で終わられたらマジでさ、何もできんって。で、あと、なんか他のサーバーやと、うん、あの、ワイプ？ワイプが来ても残ってるらしいんや、レシピが。そう。でも俺らの前やっとったサーバーはワイプ来たら全部消えちゃってたよ。そこの差だよな。そのサーバー運やっぱり俺らないっていう。だって2回連続2週間で。そうやで。やばいやん。もう、ラストがなんかさ、俺らにさ、意図的にこう、厳しさのさ、なんか神に見放されてる。選択肢が結構増え始めて、来たやんみたいになってたのに。そしたら全てが消える。絶対これなんか俺らにさ、ラスト運用さ、楽しませようとしてない。やばい、あの、マークされてるって言った、うん。はい、こいつらにはどうせラストやるから、こいつら。別に楽しませやんでいい。いや、でも、それなんか課金ガチャの闇みたい。よし、じゃあ開けていくわ。ドン。ジャンク部品か。なんか武器出ないかな、実物。うん、どん。武器欲しいな。抗う術が。うん、カスタム SMG 本体。ドン。ライフル本体。最後。どうも。お、道路標識の装備や。お、いいね。やべ、え、いいんだ。船。おー、やば、俺球体から落ちるなんて。めっちゃ初歩的な段階で落ちた。え、これも、これ多分食らうやつや。ちょっと包帯作ろう。あ、終わった、ね、あ、これあるわ。きっと使う。終わった？うん。じゃあ、降りるわ。終わっても、50分。あ、やべ。危ねえ。終わってないやん。終わったって。もう終わってるやん。いや、そこはシビアに行くわ。まあ、近いな。終わまあ、ゲームで言ったら終わってないけど。ゲームに言わんでも終わってない。終わってないし。伐採してるわ。なんでこれ鉱石の石しかなってないの。普通の石全然なってなくない。化学自体はなりにくいとかあんのか。いや、ないと思う。あ、それか普通の石だけ取られてんのかな。あー、強化だけしときたいんだよね。うん、早く。あ、俺バカだ、何やってんだ。あ、でもそうか、かまど作れないんだ、石ねえから。やばない、食べるもん全然ないやん。発電しかない。え、ほんとに俺さ、石が見当たらへん。めっちゃ探してんのに。なんか無駄に走ってるだけなんやけど。うん、人生でほんと最も時間の無駄や。58番目や。58番目多すぎちゃう。どれかはもう60番目とかなってるよ。あ、見つかった。とりあえず線だけでいいかも。あ、でも線も手に入らない。手に入らない。ちょっと焚き火つけて。強化しようかな。あ、やべえ、これ強化してかまど作るわ。うん、お会計肉大丈夫？俺70。あ、普通どうしようかな。うん、自殺した方がいいと思う。普通の会話やったらやばいけどな。ちょっとしたほうがいい。謹慎よ。謹慎、ほんまに不謹慎。あ、でもこれで別にあれか、まあ焼けばいいか、これで、うん、とりあえず。まあでも板金の扉になったのはかなりでかいな。かまどに
鉱石入れてってよし。おお、だいぶ気持ちいいか。まあいつもの感じの拠点には仕上がっては来たんじゃないですかね。まあこれでまあだいぶ軌道には乗ったかな。うん、あとはもう奴隷して資材とか集めて、まああとはワークベンチとか作ってね、まあよりその奴隷を効率よくしていくかっていう感じかな。ということで、ま、洞窟も探したいな。うん？洞窟探したいな。ああ、まあそうやな。強いからな。あということで、また次回の場でお会いしましょう。おやすみなさい。え、なんでやねん。なんでやねん。え？え？え、なに？え？うーん、うーん、うーん、うーん。